こんにちは、4Lです。どうする家康、始まりましたね。松潤かっこいいし、有村架純ちゃんもかわいいね。瀬名ちゃん、もう有村架純ちゃん大好きな女優さんなので、なんかね、つらいです。かえってつらいです。だって瀬名姫って築山殿のことでしょ。築山殿って色白で美人だったって伝えられてますから、まあ有村架純ちゃんね、まあ、ぴったりな配役だとは思うんですけど、まあね、このドラマがどういう展開になっていくかは知りませんけども、築山殿が今後どういった運命をたどるかっていうのは大体ね、自主で想像つくじゃないですか。なのでね、つらい。ところでね、ドラマ今は家康さんが最初から今川の領地内にいて、人質なのかもしくは家臣なのかね、そんなようなところから始まってますよね。そもそも徳川家っていうね、まあ、徳川家というか松平家っていうのはどういった一族なのかっていうところから、聖地巡礼を兼ねて徳川家のルーツを探っていきたいと思います。まずはね、徳川家松平家の菩提樹と生誕地のね、紹介します。ここね、大樹寺には歴代のね、松平家と徳川家の当主の遺灰が祀ってあります。特に徳川家は、まあ、歴代のね、当主の方が亡くなった時のね、身長と同じ長さの遺灰だそうです。家康さんの身長がね、159だそうです。大樹寺さん安置されています。大樹寺から岡崎城まで大きな建物が未だにないそうなんです。ビスタラインですね。ですからこの門から岡崎城が見えます。あれ、かすかに見えるのが岡崎城なんだね。ではその岡崎城に行ってみます。今はね、公園の中にあります。お城の石垣のところにね、可愛らしいお侍さんがいました。岡崎城が建っている小高い丘は霧降山とか竜頭山と呼ばれていました。ここに古い井戸があり、その井戸に竜が住んでいたからだそうです。1450年頃、当時三河の国守護代であった西郷壇上左衛門が岡崎城を築城した時、この竜が一人の乙女の姿となって天守に現れ、向上主に告げたそうです。私はこの地に住む竜神で、私を鎮守の神として祀れば、この城を長く守護し、繁栄させるであろうと。その時、井戸の水が高く天に吹き出て、やがて竜神の身に注ぎ、竜神は消えたそうです。西郷は、この不思議に驚き、天守閣上に竜神を祀り、その加護を求めて、城の名を竜ヶ城としたそうです。約100年後、家康公が生まれた時にも、お城の上に竜が現れたと言われています。お城の隣には辰木神社があります。出世、安産、厄除け、開運を祈願するパワースポットとして人気があります。この岡崎城を最初に建てた西郷さんの一族って徳川家康の一族とは違うみたいなんですね。徳川家康のご先祖さんってじゃあどっから来たんですかね。まずはね、三河の国、今でいう愛知県の豊田市なんですけどもね、ここに松平というね、地名の山村があったんですね。ここに徳阿弥という名前のね、旅の僧侶が流れ着いたことから始まるそうです。この松平郷、今風に言うと松平村っていうのかな、ここを最初に開拓して入植したのが有原の信盛っていうね、奥家さんだそうです。その方の息子で信繁という方が当主をしている時に、旅の僧侶の徳阿弥さんが手下を連れてってなんか盗賊だよね。そして領主の信繁さんに気に入られて、娘婿に養子に入ったそうです。なんかね、気に入られたのもね、歌が上手くて気に入られたみたいなことを聞きました。でそれで松平太郎左衛門親氏という風に名乗って、それが松平家の始まりだと言われてます。その後この親氏さんね、どんどんこの松平のね、量を増やしていくんですね。まあ、近隣の、まあ、今風で言うとね、プーチンしてってっていうのかな、まあ、時代が違いますからね。松平初代の当主親氏さんの時は近隣の7つの村をね、支配下に置いてたそうです。そしてね、親氏さんの弟の安親さんの息子の信光さん、この3人で今の岡崎市内にある岩津城を攻め落として、この岩津にね、本拠地を移したそうです。そして信光さんが当主の時代に岡崎安城とね、勢力を伸ばしていって、西三河の大半を手中に収めて、織田家とか今川家とか、そういったとこと争えるだけの戦国時代のね、大きな勢力になっていったそうです。そして4代目当主親忠さんの時代に安城に居城を移して、7代目当主の清康さんの時代に、まあ、家康さんのおじいさんですね、この時に岡崎城に居城を移したそうです。でこの家康のおじいさんの清康さんはまた戦があって強くて、この時は三河一国を支配下に置いていたんですね。ただしこの方、早
親父にするんですね。織田家の勢力下にあった尾張の森山城を攻めている時に家臣に切られて死んじゃうんですよね。しかもね、松平清康を切った家臣の阿部正豊が使っていたのがみんな大好き妖刀村正だそうです。清康が死んでしまったことにより、この後徳川家は弱体化していくんですね。清康の嫡男広忠が家督を継いで当主となるのですが、この時わずか10歳。そして自分の祖父の信忠、この信忠の弟である信貞によって居城である岡崎城から追放されてしまうんですよね。わずか10歳なのにいきなりお父さんが殺されて、しかも城主なのにお城から追い出されちゃうんですよね。その後この広忠は吉良家、忠臣蔵の吉良のねご先祖さんですね、その吉良家を頼ってかくまわれます。吉良家の当主が変わると、今度はね、今川家に救いを求めます。今川義元の助けを借りて岡崎に戻って、そしてね岡崎城を取り戻していくんですけど、ただ当時松平一族も一枚岩ではなかったですし、清康が平定していた地域の豪族がまた反旗を翻したりしてね、もう内戦でねごったごただったみたいです。そして織田信長の父である織田信秀が岡崎に侵攻してきた時に、広忠は今川義元に援軍を要請するんです。そして今川義元が援軍を送る代わりに、松平家嫡男の竹千代、後の家康なんですけどね、竹千代を人質として今川の元に連れてくるように要求したそうです。広忠はそれに応えて竹千代を駿河の今川の元に送るんですが、その途中家臣の裏切りにあって竹千代は敵国織田の元に連れてかれるんです。織田家で人質生活をしていると、今度は今川軍が織田信長の兄信広を生け捕りにします。そして竹千代はこの織田信広と人質交換として駿河の今川家に連れてこられました。それ以降の話が大河ドラマどうした家康で描かれています。ドラマの第1話では桶狭間の戦いまで描かれてますね。織田信長が今川義元を破ってしまいましたね。さあここからね、最強三河武士の戦いがどうやって描かれていくのか楽しみですね。以上、徳川家はどこから来たのかと、なぜ家康は今川家の人質としていたのかの説明でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったり参考になったと思われたら、チャンネル登録をしていただいたり、グッドボタンを押していただいたり、コメントとかねいただけると動画を作る励みになります。ぜひよろしくお願いします。